こんばんは。こんばんは。さあ、ふもりさん、そして皆さん、はい、今夜のゲストはドイツカルスルー SC、 そしてスポパラ準レギュラーの山田裕貴選手です。よろしくお願いします。おかえりなさい。おかえりなさい。おかえりなさい。静岡どうですか、やっぱり帰ってきて。いや、いいですね、やっぱり。何がいいですかね、静岡って。いや、もうやっぱりご飯が美味しいです。一番最初何しました、帰ってきて。帰ってきて寿司、家でご飯を食べました。やっぱり家だね。実家も静岡だよね、はい、でも去年の秋にスポパラで取材にドイツまで行かせてもらって、その時にオフには絶対出てくれるっていう約束してくれて、はい、来てくれました。さすが山田、やっぱり守るもん、そういうところは。いや、あとスポパラ準レギュラーなんですもん。それはもう大丈夫ですか。もう自分で言ってたよ。もう半額3回ぐらいすごく言いますけど、はい、それは大丈夫ですか。はい、大丈夫です。準レギュラーです。今日はそんな準レギュラーの山田選手と一緒に、今日ドイツのプレーなども一緒に振り返っていきますので、お楽しみに。まずはワールドカップ2次予選、日本対シンガポールから。続いてはジュビロのリーグ戦です。鬼門九州での一戦。昨シーズンは2敗3分けと、この九州の難しさっていうのはひしひしと感じるんじゃないかなと思うんですが、試合の前々日から九州に入り、コンディション調整を行ったジュビロはキックオフ直後、いきなり左サイドを崩すと、小林が頭で相手ゴールを脅かす。そして4分、フリーキックのチャンス。相手キーパーのファンブルを桜内が体で押し込み先制。いや、無理やり自分のゴールにした感じがありますね。得意のゴールからこの日のゴールを奪うと、今月9日に第一子が誕生した南へゆりかごダンスをプレゼント。いや、でもいいですね、ゆりかごダンスとかして、すごい雰囲気いいみたいです。幸先よく先制したジュビロはダイレクトパスからのチャンスメイクや、ジェイが高さを見せつけゴールに迫るものの、追加点を奪えず、逆にディフェンスラインの背後を簡単に突かれ、ピンチを招くシーンも。しかし守備陣がなんとか踏ん張り、9試合ぶりの完封勝利。鬼門突破で勝ち点3を岩田に持ち帰った。徳島、金沢、この長崎とこの3連戦は非常に難しい相手だなということは戦前言っていたので、この3つで勝ち点7取れたっていうのは、これは評価できるんじゃないかなと。まあね、あの七海も言っていた通り、もう特にこの3試合っていうのは注目していたんだけれども、はい、結果的には非常に素晴らしかったと思うんですよね。ねえ、うん、もうこの試合もヒヤッとしたところはありましたけど、まあ、立ち上がりね、危なかったけれども、ね、まあ、そういう中ではよく踏ん張って、しかもね、得点をしてね、勝ったっていうのは非常に良かったと思うんですよね。はい、そして山田選手の可愛い可愛い後輩である桜内選手が3試合連続ゴールですよ。まさかですね。これが連続ゴール1得点目ですけど、得、はい、しません。これはらしい素晴らしいゴールだと思います、はい、フィジカル強いもんね。そうですね、かなり身体能力、これもすごかったですね、金沢選手。これどうですか、これ。いやー、これもコメントしたくないです。いいゴールすぎて悔しいです。そしてこれはどうですか。貯金ではと思います。これはもうただの運なんで。ちょっと当たってますかね、これ。なんか午後には当たってるっていう、でもまあキーパーとこう競りながらヘディングでいってるっていうところの強さはいいですね。まあそうですね、そこを競らなければ多分ゴールにならなかったので、はい。山田選手から見て桜内選手ってのはどんな選手ですか。選手、そうですね、やっぱりがむしゃらにやる素晴らしい、まあ、気持ちがすごく入った選手なので、いつもすごくチームに勢いをもたらしてくれますね。今もチームで唯一全試合フル出場ですから。そうなんですよ、そうなんですよ、はい。山田選手今日来てくれましたし、あさっての試合も4試合連続あるかもしれませんね、はい、そこ狙っちゃっていいの。いや、4試合連続そこ調子に乗るなって言いたい。応援しながらも、はい、そうですね、はい、あさっての日曜日の試合はですね、ラモスさん率いる FC ビフトホームで対戦です。ぜひ応援に4試合連続ゴールも楽しみにいきましょう、はい。